三重交通も4400系電車。三重交通も4400系電車。三重交通も4400型電車とは、三重交通が製造、近畿日本鉄道を経由し、現在は三疑鉄道北西線で200系として使用されている電車である。三重交通が湯の山温泉への観光客輸送を目的とする三重専用として、1959年8月に、 名古屋の日本車両製造本店でも 4400K440144014401 の3車体連接車1編成を製造した。各車とも普通構成順調格構造でノーシルノーヘッダーの10メートル級車体を備える。全面形状は登場時流行していた湘南型の2枚窓構成で角窓の上部に細長いベンチレーターが設けられ、 窓自体は H ゴム指示による固定窓となっている。前小灯は屋根中央に白熱灯外灯、流線型のケーシングに収められて半埋め込み式で取り付けられ、標識灯は左右下部に振り分けて、角形のものが各明かりずつ取り付けられていた。窓配置は4401及び4401が DD4D1、4401が 1D4D1、D 乗務員扉 D、客用扉、ブクロ窓で、編成単位でほぼ等間隔となるよう扉位置を定めたものである。側窓は二段上昇式のアルミサッシ、トブクロ窓及び客用扉は H ゴム固定式の一枚窓、乗務員扉は落とし込み式のアルミサッシである。客用扉はドアエンジンによる自動扉を採用し、これは三重線系統では初の採用例であった。 座席はロングシートで、運転台は半室式、室内灯は直流点灯による40ワット、環状蛍光灯が各社4機ずつ取り付けられていた。当初の車体塗装は、三重交通の標準色である、車体上半分がクリーム、下半分がグリーンの2色塗り分けであった。なお、この塗装は2013年10月29日より、北勢線。 開業100周年記念の一行として復活している。1958年に、島線向けとして製造されたも5400系の仕様を踏襲し、駆動システムとして、新光電機が開発した垂直仮弾方式を採用した。このため、同社製トビー -23 を、主電動機として4401.4401の運転台より台車に、 角に傷つき同面に対し垂直に走過した。ただし、軽便鉄道用で床下高さが低く台車上面のわずかな空間にギアボックスを収めきれず、所要の空間を確保するため運転台直後の床面がやや持ち上げられ、客用扉内側にステップが一段設けられた。この特徴的な駆動システムは、狭い空間に無理をして収めてあった上、 整備時には事実上完全分解を行う必要があるなど保守上難点が多く、カルダン駆動化によるメリットをそれらのデメリットが回っており、本形式が製造からわずか12年で伝送解除される原因となった。間接式多段自動加速制御機である日本車両製造 NCA 電動カ無軸式制御機が採用され、4401に搭載された。これは、 在来車がすべて直接制御式で、平結時の互換性を考慮する必要がなかったためある。これにより、スムーズな加速と、動線発の総括制御運転が実現し、折り返し時の編成入れ替え作業が不要となった。また、この制御機には、小物異性の勾配区間に備え、発電ブレーキによるそもそも即制動機能が付加、されていた。また、そもそも即制動機能は、 卓客時に在来の付随者を増結する必要が生じた際には、スイッチ操作で無効化が可能とされていたのも大きな特徴の位置であった。4401の運転台よりに当時の見重線で標準的に用いられていたシングルシュータイプの皮脂型バンタグラフが装備され、4401は 750V の母線引き通しにより、給電されていた。このため、各車体間には、 太い高圧引き通し線が接続されており、連接車でしかも絶縁を確保する必要があったことから固定式の連結面窓の直下に大型のジャンパ線時を設けて接続する構造が採された。制御機による発電ブレーキとは別に空気ブレーキとして非常便付き直通空気ブレーキ、SME ブレーキに発電、そもそも速制度を付加した SME、 D ブレーキが採用された。これは当時の高性能電車で一般的であった隅 HSCD 電磁直通ブレーキを簡略化したものであるが、在来車の標準であった味方弁による SME ブレーキとの互換性を確保する必要があったことか、セルフラップ弁による隅 HSCK ブレーキの採用が困難という事情もあっての選択であった。本形式は ブレーキシリンダーを電動台車の側枠上部及び、連接台車の側枠間の各車軸上部に相除する台車シリンダー方式を採用しており、車体側にはブレーキ指令を中継、増幅する作用を持つ次弁が搭載されていた。また、空気圧は4401に搭載された DH-25 系空気圧縮機から供給された。 日本車両製造 ND-106、電動台車 106A、付随台車を装着した。いずれも枕木方向にスイングする、揺れ枕釣りを備える、当時としては、一般的な設計の前、溶接構造ウィングバネ式台車である。これら、特に ND-106 については、垂直カルダン機構をボルスタを挟んで、両車軸間に操作する必要があったことから、 ブレーキワークは片押し式の構成とならざるを得ず、またブレーキ集を台車の両端に置くことから、台車枠そのものも大型化したため、軽便鉄道用台車としては、異例の堂々とした外観となった。当時の日本車両製造は、台車型番において、電動台車を NDXX、付随台車を NTXX と区分しており、また、ND-106 と 106A では、 ボルスタブを除くその外観にほとんど差異が見られないこと、それに T-1 と M-2 の間の台車を、新装時には ND-106B とわざわざ別区分としていたことなどが示す通り、ND-106A は将来中間車体を追加した際に出力不足となることを考慮し、伝送可能とすべく設計されたものであった。なお、 これらの台車の基本設計は続くさ2000、KONT-7 にも踏襲されており、乗り心地面で好評であったことが伺える。連結機は当時の三重線の標準に従い、俗に朝、顔形として知られる中央干渉機式のピンリンク式連結機が装着されていた。竣工後、収容力の大きな本形式は三重線の看板電車として徴用された。 当初は4401を挿入して4車体、連接車とすることも計画されたが、垂直、カルダンのメンテナンスの困難さなどから駆動系の負担増につながる。このプランは放棄され、新造の翌年に当たる1960年には4401、T-1 はさ4400型に形式変更された。この結果、 以後の名専用造備車は本形式の4401の扉間窓数を1枚増やした形状の2、軸ボギー車であるさ2000型とされ、本形式の編成としての造備は断念された。1964年3月1日に湯の山線が 1435mm 機関への改め機を実施されて、本形式は用途を失い、残された内部。 八王子線では輸送力が課題であったことから、北税線へ転用された。1965年4月1日の三重電気、鉄道の地の近鉄合併に際しては、も4400系4401、M-14401 がも200系2 0 1 2 0 2に、さ400系4401がさ100系101に改版され、塗装も、 近鉄一般車標準のマルーン1色塗りとなった。しかしながら、その後も、垂直、カルダンのメンテナンス問題は解決せず、結局本形式は1971年に、電装解除が実施されドアエンジンを含む、客室設備はそのままに、もう200系201.202が、運転台を撤去されさ200系201.202、へ改造された。この際、電結機が、 従来のピンリンク式から通常の3、4サイズの CSC91 自動連結機に交換されている。以後、直接制御式のモに220型に牽引されて使用されていたが、1977年により開始された北西線の近代化事業において、本形式は新造のモニ270型とと、総括制御の貫通固定編成を組むこととなり、 さ202の旧運転台が6年ぶりに復活し、同車は空運 200K202 に改版された。この際の改造点は以下の通りである。その後1990年に塗装を内部、八王子専用260型などに準じた扉部と、車体裾部、それに、前面窓周りをオレンジ色に塗り分ける特殊狂気線新標準色となり、1992年には、 ブレーキを保安性向上のため、HSC 電磁直通ブレーキへ再度変更され、これに合わせて、台車も ND-106K-106AK へ改造された。以後、前面窓や飛袋窓を H5 支字から押さえ金具方式に変更し、前面窓間の柱部を黒く塗装して、電窓風に見せるよう改修されている。2003年の北税線の近鉄から、 三義鉄道への移管に伴い、本形式も、同社席へ編入され、ワンマン化対応工事が施行され、運賃箱の設置、運転台背面仕切りの改良が行われた。その後、黄色を基調とする新塗装への塗り替え及び、シートモケットの張り替え、従来の赤色青色基調へ、床敷物の張り替え、従来の赤色灰色基調へ、が実施された。現在では、 北勢線各駅への自動券売機、自動式改札システム導入の進展により、運賃箱は撤去されている。前日の通り、2013年10月29日より30交通塗装となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。